本当なのよ。横行くなら体ごと言ってるから。はい、始まりました佐久間チャンネル。今日の検証はドクターマジコ、ドクターマジコのネックサポーター。別にインターネットでも買えますし、東急ハンズとかでも売っております。これめちゃくちゃいいんですよ。まずね、コンパクト、ものすごくコンパクトにまとまるんで、カバンにでもボンボン入っちゃうんですよ。この使い方なんですけど、開けてみますね。はい、ウェーブ状でこのへこんでるところ、ここに首の顎のところに持ってくるんですね。で、後ろで普通にこれで終わりです。首がロックされるんですよ。完全に首がロックされる。オフィスワーカーの人すごく多いと思うんですね。今パソコンの姿勢、これないと絶対あるあるだと思うんですけど、こうやってるんですよ。皆さん顔が落ちてるんですよ。顔が落ちてると背中と肩、ここに負荷がめちゃくちゃかかるんですよ。パソコンで目の業務やりますよね。同時に肩こりが激しくなる。これをつけるとですね、こうできないんですよ。苦しくなるんで、というと本来のこの姿勢で作業ができるようになるんです。首がめちゃくちゃ楽なんですね。オフィスワーカーの人も使えます。僕もパソコンの仕事をやってるんですけど、編集したりとかライティングしたりとかの時にだいぶね、腰の疲れとか肩の疲れ、もちろん首もね。これもう一個使い方が実はあるんですよ。これがバスの移動、車の移動、飛行機の移動。よく車とかで寝ててもこれカツンってね、これがないの。このまんま首動かないのから、これこれ本当なのよ。首前も行かないし後ろも行かないんですよ。横横行くなら体ごと行ってるから。エコノミーシートでもそうです。あんま動けないですよね。隣の人にぶつかってたり、なんか肝がられたりないんです。この通り寝てますから。隣のやつ首交通事故起きてんじゃねえかなって思われるかもしれない。気にしない方がいい。あなたに必要なのは熟睡だから、周りに迷惑をかけず自分の回復に努められる。首をちゃんといたわって寝てるわけですから。この健康グッズ売れてるのはすごくわかります。実はこれもううちのね、あの畑 TV のクルー全員使ってます。気持ち悪いぐらいみんな使ってるんですけど、それぐらい移動してる人たちにとって、とオフィスワーカー、パソコン使う方たちに対してすごくいい商品だということ。ドクターマジコ、皆さん使ってみてください。はい。